今回は静岡県三嶋大社です。はい、こんにちは。こんにちは、はい、今日はね、こちら、静岡県、こちらどこ、何市ですか。三嶋市です。ね、三嶋市に来ております。本日はですね、静岡支部のガンちゃんとわかりちゃんに来てます。はい、ということでですね、この三嶋というのは、はい、これ伊豆なんですか。伊豆です。あ、伊豆ですか。伊豆と言ったら、はい、3、2、1、踊って。そうですね、伊豆と言ったらやっぱり伊豆の踊り子ですね。はい、わかりちゃんも踊ってませんね。はい、ということで、こちらね、三嶋大社に来ております。このね、神社がどんな神社なのか、ね、早速、中に入ってみたいと思います。はい、こちらですね、池の真ん中にこういうね、あの祠がありますね、はい、社がね、はい、こちらは何というところですか。厳島神社。そうですね、これ厳島神社っていうのは、もともとは何を祀ってる。宗像三女神。そうです、宗像三女神を祀ってますけれども、宗像三女神を祀ってる神社といえば宗像大社。そうです、宗像大社ですね。本来ですね、あの宗像大社に、この宗像三女神というのは祀られてました。ところが、あの朝鮮とのですね、外交で富を得てた、これが平清盛なんです。そしてこの平清盛が手厚くこのね、宗像三女神を祀って、そしてまあ外交の公安の神様ですから、このいわゆる外を守るという神様ですね。でその神様を分霊した場所、これが厳島神社なんです。はい、でその厳島神社から環状といってですね、分霊をした、そしてここに収めて、まあ、こちらはですね、宗像三女神だけではなくて、この厳島姫をですね、一柱祀っているというね、まあ、そういう神社です。まあ、ここにね、このアマテラスのね、巫女って書いてる。書いてるでしょ。アマテラスの巫女って書いてるでしょ。これどうしてかっていうと、スサノオと、ね、アマテラスが受けをしますね。あの時にスサノオの剣をかじって、ふっと吹き出した時に生まれた神様が宗像三女神です。その中の、要は、一柱の姫ですから、はい、アマテラスの巫女という形でね、ここに表示されています。はい、ではですね、こちらからね、拝殿に入っていくんですが、実は通のお参りの仕方っていうのがあるんです。このね、三嶋大社の中に実はね、払いの神社というのがあります。はい、これね、よくね、神社にはね、払いの神社ってあるんですが、実はここでいわゆるあの汚れを払って中に入るというのが通の参り方なんです。じゃあここに払いの神社どこにあるかというと、実はあちらにあるんです、ね、ですからあちらでまずお払いをして、本殿の方に向かっていくというのが通です。ぜひね、先に向こうに行ってみましょう。はい、はい、で実はね、今ね、こちらあの正門ではちょっと脇の方のね、門なんですけれども、ここにね、払い戸の神社があるんです。でこれ払い戸の神社というとね、あの払い戸の狼という、あの払いの祝詞の中に出てくるんですけど、まあ西洋律とかね、まあ、そういう神様が祀っている。あの一般的に言うと正門があって、でそこで脇にあるんです。でそこにまず参って払って入っていくっていう、そういう流れになってるんですけれども、まあ、こちらの場合はですね、あの何かこう別のところにある。で今管理さんにねちょっと聞いたんですけれども、この水が湧き水らしいんですね。はい、ですからここでね、まあ、きれいにあの祭りの時にここで払って、そして祭りを行うというね、そういう場所だそうです。はい、はい、ということで早速ね、お参りをして、はい、参拝をしたいと思います。ね、はい、こちらね、本殿とね、拝殿にね、やっと来ましたけれども、はい、こちらのご祭神というのは誰ですか。大山積。そう、大山積ですね。大山積は小野花咲夜姫と岩永姫のお父さんです。そうなんですね、小野花咲夜姫と岩永姫のお父さん、ということはガンちゃんのお父さん。そうなんですよ。でなぜガンちゃんというかね、岩永姫が好きで好きでたまらないとね、そして岩永さんからもうガンちゃんに変わってしまったんですね。はい、そのお父さん、はい、でこの大山積というのは山の神様なんです。はい、ね、そして途中からですね、実は今年の主に変わったんです。はい、今年の主といえば恵比寿様。恵比寿様です。ね、恵比寿様と同一化された神様ですけれども、もともとこのね、今年の主というのは出雲大社のご祭神である大国主の長男です。はい、そして国譲りの時に、はい、お父さんの代わりにね、もう国を譲りましょうと決断をした神様。はい、そしてその責任を取って出雲からある場所に去ったんですね。どこでしょう。伊豆です。そうです、それが伊豆なんです。ね、そしてこの伊豆の地で国づくりを行った。ね、まあ、そういうことから途中ですね、この大山積から御祭神が今年の主に変わり、そしてまた大山積に変わって、
、そして今年の主に変わって、もう一緒でいいんじゃないということで、まあ、二柱、大山積みと今年の主、二柱が祀られたと、まあ、そういう神社なんです。すごいでしょ。改めてはすごいですね。そうですね、はい、まあこういったことをね、話を聞くとね、すごくね、あの神社も楽しくなるんじゃないですか。そうですね。これ、舞殿です。舞殿っていうと、神楽殿。うん、はい。声出ない。どうでしたでしょうか、三嶋大社。地元の私ですけど、うん、結構なんか知らないことありました。そうですね、まずそこにね、厳島神社があることも知らなかったです。知らなかった、はい、ねえ、まあ、意外とね、大体こう参道を通ってね、まあ、本殿に行って参って帰るというね、まあそこのいろんなところにね、いろんなものがあるわけです、はい、そこに目を向けていく、まず目を向けるには知識が必要ですね、はい、まあ、そういう多少知識があるとそういうものも見えてくる、すると神社はますます楽しくなると思いますね、はい、まあ、今度ね、静岡といえば浅間大社ですね、はい、また浅間大社にね、いずれ行ってみたいなと思っております、はい、ということで、はい、さよなら、さよなら。